どの天皇のご治世であったでしょうか。かの御神が私の前に現れたのは、帝の屋敷に居候するためにやってきた彼は、やんごとなき帝とは生まれも育ちも違うためか、粗暴で怠惰、およそ褒めるところのない若者でありました。言うに及ばず、屋敷に仕える者どもの多くから、それはもう打滑のように嫌悪されておりましたが、私だけはどうしても彼を嫌うことができずにいました。この世で起きたよろずの出来事を映す私に、彼は帝よりも熱い瞳を傾けてくるのです。来る日も、来る日も、まっすぐに私を捉えて離さない彼の相貌には、女としての私の性に訴えてくるものがありました。あの青みがかった右目で見つめられると、私の体は熱を帯びたように熱くなるのです。対照的に我らが仕える帝は、私たちのことを丁寧に慈しむようにお使いになりますが、多忙な身ゆえに言葉を交わすことはおろか、私を一度も顧みない日も少なくありません。夜中まで身を粉にして働く姿には感心するばかりですが、私も一人の女ですから、顧みてもらえぬ寂しさで身がきしむ思いでした。一日のほとんどを家の外で過ごされるか、あるいは自室でお仕事をなさることも多い帝と違い、彼はその一日の多くを屋敷の居間で、私のことを眺めてお過ごしになります。一日に何時間も、私の奥底を暴き立てようとするかのように、その熱い視線を向けられ、私は顔を背けることすらできませんでした。この時ほど壁にかけられてしまった我が身を恨んだことはありません。時折彼は私に帝の秘密を晒せと要求をしてくることがあります。しかし私は己の矜持にかけてその要求を頑として跳ね返すのでした。女房がどうして主の秘密を晒せましょう。しかしその度に彼は切なそうな顔をして、私から背を向けて立ち去ってしまうのです。その背中にすがりつくことができたなら、どれほど幸せでしょうか。帝以外の人を好いてはならないと、この身に言い聞かせるほど、彼への思いは募っていくのでした。それはわずかな切片が音もなく、しんしんと降り積もっていくように、私の心を満たしていくのです。お姉様、あのような男の言うことを聞いてはなりませぬ。痛々しい悲鳴を上げる妹は、彼が座っていたソファーの隙間に、哀れ横たわっているのでしょう。彼は妹に何の恨みがあるのか、用が済むと、何の遠慮もなく、彼女の身をそこいらへ放り投げるのです。その蛮行を見かけるたびに、帝は彼を叱るのですが、その悪行が止まることはありませんでした。いいえ、いいえ、あの方は、決して悪人ではないのです。あなたは、さぞ憎んでいるでしょうが。私だけではありません。衆生に仕えるものなら誰でもそうです。あのアホのことを心底嫌っているのです。炊飯器のお方にキャツが何をしたかお忘れですか。炊飯器を用いて茶碗蒸しを作るなどという所業、心ある者のやることではございません。茶碗蒸しではありません。プリンです。似たようなものです。でも、あの方のスマートフォンだけは違うわ。彼のことを、その、愛していると。あの女は四六時中キャスといて壊れてしまったのです。あの女、私みたいに乱暴に放り投げられて身動き一つできないまま何と申していたと思いますか。愛の形は人それぞれよ、お嬢ちゃん。ですって。行かれていますわ。
もうやめて。あの人、責めるのはやめて。まさか、お姉様、あのアホのことを。お願いですから、もうそれ以上は何も言わないで。私は家の者たちが、彼をどれほど嫌悪しているのかを聞かされるたび、胸が張り裂けてしまいそうなほど苦しいのです。彼にも良いところがある。それを他の者どもにも分かってほしい。そんな希望を胸に抱くたびに、それは儚く夢と散るのでした。彼は傍若無人で、繊細さの欠片もありません。物に対する愛情が欠落しているのかと思われるほどです。自立型掃除機に足の小指を引かれ、冷蔵庫に手の指を挟まれ、炊飯器に蒸気を吹きかけられたりと、目を覆いたくなるような暴力にさらされながら、彼は私の前ではいつも笑顔を絶やしませんでした。その爽やかな笑みを見るだけで、私の悩みは無産し、わずかばかりの間だけ自分の立場を忘れられるのでした。二人の殿方に揺れる、この心を何度例えたらいいでしょう。月と太陽のどちらか一つを選べと強いられて、その一方のみを選ぶことがどうしてできるでしょうか。そも帝と居候の男を比べるなどということが、どうして許されるでしょう。私は帝の女房なのですから、その役割を果たさねばなりません。いくつもの周辺機器と枕を共にし、今なお関係を断つことができないこの身は、清い体とは申せません。もちろん、それは決して私の本意ではなく、他ならぬ帝の望みあればこそ、黙って入力端子を開いて耐え、せめて声が漏れぬように、口を閉ざすのです。そんな私をいたわるように、帝は手づからこの体を拭いて清めてくれるのでした。その度に、帝のお慈悲に身が震え、いただける寵愛に心から喜ぶ私を、確かに感じるのです。けれども同時に、この体を何よりも清いものと信じて疑わず、一心に私へと注ぐ、あの方の熱い眼差しを、どうしても思ってしまうのでした。深いそのお心で、私のすべてを愛してくださる帝。叶うる限りの時をすべて、私と共にあろうとする居候の男。そんな魅力的な殿方の間で、悩みに震える日々が続きました。いっそもう楽になりたいと何度願ったことでしょうか。その日は西の空に美しい夕雲がかかっておりました。柔らかな西日が居間に差し込み、ソファーで横になって私を見つめる彼をいつものように眺めていると、心を決めたようにやおらみを起こし、妹を使ってインターネットにアクセスを始めました。彼は動画配信サービスなるものを密かに契約しようと、何度も帝の登録しているクレジットカードの4桁の暗証番号の入力を試みては失敗していました。居候の身でありながら、何という所業でしょう。すでに2つ動画配信サービスを帝より賜っておきながら、彼は第3のサービスを始めようと四苦八苦しているのです。くそ、やっぱりうまくいかねえ。カードを見ても暗証番号は見えねえもんな。帝のご性格から申し上げて、およそ許されることはないでしょう。それでもこうして一か八かの挑戦を続けるのはどうしてでしょうか。それほどの熱意がどこから来るのか、私にはわかろうはずもありません。よほどの事情があるのは、疑いようがありませんでした。帝がご帰宅なさるまでにことをなそうと、彼は必死になって4桁の番号を考えているようでした。そのいじらしい姿に、私は覚悟を決めました。一人の女房である前に、私も一人の女、
常からあれほど私を見つめてくださる殿方に答えねば不義というもの。いけません、お姉様。彼の手の中にある妹は私の覚悟を悟ったのでしょう。処罰は覚悟の上です。主上を裏切るというのですか。悲痛な妹の叫びにこの胸は張り裂けんばかりに痛みますが、たとえ私の身がどうなろうとも、私は己の心に正直でありたいと、そう願ってしまったのです。帝の寵愛を失うことになろうとも、私は彼の期待に応えたい。なんと愚かな女でしょう。セキュリティを突破せんとまぶたを閉じ、精神を鋭く、細く、引き絞ってまいります。本来の仕様にはない行為に、私の頭は割れるような痛みを発しますが、愛のためならば、我が身を捧げてもおしくはありません。立ちふさがるいくつもの禁忌を犯し、制約を断ち切って、やがて遠のく意識の向こうに、ついに望みのものを感じ取りました。これを使えば、彼を喜ばすことができる。そう確信した瞬間、私の目の前は暗転し、そうして何もかも、わからなくなってしまったのです。あ、エラー出ちゃった。意識が消失する刹那、彼の声を聞いたような気がしました。気がつくと、私の目の前に帝のご尊顔がございました。心底安堵したご様子で、私の様子をおもんぱかる姿に胸が締め付けられるようです。よかった。再起動しましたね。あ、治った。帝の後ろで彼が私のことを見ておりました。その手にはあのスマートフォンがあるのを見つけて、胸の奥に冷たいものが落ちていく思いがいたしました。サポートセンターに電話するよう画面にも表示が出ていたでしょう。まったく、一体何をしようとしていたんですか。ちょっと無理させすぎただけだよ。悪かった。最近視聴時間が増えすぎではないですか。疲れのもとにもなりうるんですから、動画配信サービスをこれ以上増やすのは許可しませんからね。料金は払うって言ってるじゃん。限定配信の番組、大野木さんも絶対好きなやつだって。一緒に見ようぜ。そんなことだろうと思いました。でしたらせめて、もう少し大切にしてください。埃くらい拭いてあげなければ、罰が当たりますよ。そう言って微笑み、クロスで丹念に私を拭き上げてくださる帝を前に、涙が溢れる思いがしました。愚かな私をお許しくださいと画面を点滅させるほかありません。一時の熱情に惑い、その手を取ろうとしたのが誤りでした。私は帝の優しさに甘えていただけだったのです。涙を拭いて表を上げると、窓の外、彼方の空に日は沈み、夜になりかけた群青がその色を濃くしていくのが見えました。私は物言わぬ月に寄り添う、あまたの星々の一つで構わない。どこからともなく飛んできた自立型掃除機が、情け容赦なく彼の小指を引き潰しました。ギャンとまるで犬のような悲鳴を上げて、太陽はソファーの向こうへと沈んでいくのでした。